生山城は、鳥取県日野郡日南町生産に存在した、日本の城。日野川とその支流の岩見川が合流する地点の東、標高470メートル、飛行180メートルほどの山上に存在していた。別名、亀山城、日野本城。日野山梨五代目の山名と行が築き、一時期は、日野山梨の本拠地であったと伝わる。生山城のある、 日野地域は山砂鉄の産地であった。また、ビンゴの小原方面の豪の川水系へつながる道と、ビッチの新見方面の高橋川水系につながる道の合流地点にあり、山陰から山陽に抜ける交通の要所に築かれている。そのため、戦国時代には近隣大名はこの地を重要視した。甘氏はこの城に直進を送り直接支配を行ったとされる。 六代目の山名藤幸はこの城を甘子方に、明け渡している。永六年間の毛利氏の天子家信仰では、毛利方に就いた、日の山名氏が再度この城を奪還している。永六五年六月十八日の毛利元なり、竜元が連書した文書には、白州の義比の本城のこと、運州財番、中井平蔵平衛、前原平内まかりむか、太公とあり、天子氏は常番に、 中井綱や米原綱広らを送っており、毛利氏の信仰により退去したことが確認されている。山名藤幸の養子となっていた宮影森の次男、慶光が相続し、日の政を名乗って一時的に生山城主となったが後に、毛利氏の直轄領となっている。慶長15年、黒坂藩五万国で、関和政が入法した際、黒坂城が完成する慶長19年まで、 生山城を居城とした。慶長20年の一国一条例にて廃城。四角は山頂付近にあったとされ、近くの車には石垣の跡がた々残っているが、そのほとんどが崩れ落ちている。明確なここを掘り切りの跡はなく、作閉された段を連ねる構造は残っている。現在はほとんど整備されておらず、登山道もない。また、 城の麓にある石化系と呼ばれる渓谷は、継承地として有名である。ありがとうございます。